お洗濯情報をお伝えします。現在の幕張から東京方面を見ている空の様子なんですけれども、青空が広がっていて富士山もしっかりと見られています。視界も良好ですね。そんな関東のこのお天気を見ていると3連休最終日お洗濯問題なさそうですね。それでは他のエリアお天気の移り変わり確認していきましょう。まあ、関東はね、先ほども見ていきましたが、朝のうちから晴れて日差しが届いているところが多いです。ただ日本海側一部で雨や雪が午前中を中心に降るところが多く、さらに時間を送って午後まで見ていくと、だんだんと雪のエリアも減少傾向となりそうです。午後になると天気回復となってくるところも広くありそうです。はい、さらに時間を送ると日差しもねしっかりと届いてくるエリアも多くあります。以上、ここまではお天気の移り変わり18時まで確認していきました。それでは今日のお洗濯情報です。今日は西日本東日本 OK アイコンがずらりと並んでおりまして、北陸エリアね、現在午前中ですね、雨または雪が降っているところもその後だんだんと天気回復していってお洗濯の外干し問題なくなりそうです。同じく札幌もそのようなアイコンとなっています。仙台も朝のうちからね晴れているところはありますが、寒くて NG のところも次第に OK ということで、午後は広くお洗濯問題のない天気となりそうです。詳しいお洗濯情報や気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。